はい月吉村さん、本当に最近焦った春んやなということで、えー、大阪・関西万博赤字の場合は大阪や大阪府市ね大阪府や市でね負担する考え方があるというふうに言って下のでも乾かぬうちにとはまさにこの次の、えー、時にはですね日にはですねいや、しません赤字負担はしません。 でおい何なんそれっていうあの感じの状況のことになってでさらにまたこの万博がですねどんどんしょぼくなりますもうどんどんだめになりますね、うんえー、大阪万博またがっかり報道軟弱地盤のため乗り物型展示ゼロということで、えーうん、乗り物でね展示を楽しむ本格的なライド型のパビリオンがゼロになるとでこれはいやー実は 地盤が軟弱だということが分かりましたよって、お前そこ埋め立て地だから、知ってただろ、最初からっていうこととかですね。で、さらに、これちょっと私びっくりしたんですけど、あの、関西でね、住んでたら知ってると思うんですけど、京阪、お京阪、ね、あの、施設ですよ。あの、東京、関東だったら小田急、東急とか西武とかあるじゃないですか。あれの、 え感じで、えーえー、阪急阪急阪神京阪っていうのがですね関西には京阪のねあのー、私鉄として存在するわけです一部近鉄も入ってるけども、うん、それ万博のですねスポンサーなんですよ、うん、それがですねなんとこんな報道が出ました「車内ガラガラ都心部とは思えない京阪電鉄 IR 撤退リスクで中之島線延伸判断見送り夢島はまた負の遺産に逆戻りか?うん」えっこれ 万博のさあのスポンサーやって当然カジノにも関わっていく予定でこの中之島線っていう夢島に対するまあ、ずっと線路を延伸しますって言ったけどなんかスポンサーの鉄道会社が「ああこれだわこれ」って,ってもさもう始まってもいないのに撤退するってどういうことなんですかということでちょっと大阪万博の問題、えー、本間さんとですねやっていきたいと思いますおさんよろししくお願いします。 よろしくお願いしますいやこの吉村はねもう本当に何を言ったのかというとですね、えー、時系列で言うとまずこの FNN プライムオンラインでねこのコメンテーターでこの橋本徹とかと一緒にですよねえー、これ何ちゅったかっていうとこの赤字が出た場合は大阪府市で負担する考えはあるんだと、うん、この橋本徹とかとのね 月の21日2024年4月21日フジテレビ系日曜報道ザ・プライム午前7時30分に出演してでそしてまず「あのいやあの空飛ぶ車ありません」っていうふうに言って「ただのドローンです」っていうふうにこう言って「しょぼくなったな」っていうふうになった後に赤字は大阪府と大阪市で負担する考えがある。 って言ったんですよ、うん、でそしたらねあのー、次の日に「そんな考えはない」「あれは橋本徹が勝手に言ったんだ」って言って、うん、橋本徹の考えだ知らん」っつってこう言ったんですよ。でこれどういうことでかああ多分批判が殺到したんだ、ね、いや批判が殺到したんですよね。これ、うん、4月22日先ほどのザ「ザプライムの次の日の、えー、タイミングでですね 吉村大阪府知事がまあ、これ多分定例記者会見だと思うんですけども赤字が生じた場合や、えー、場合に府や大阪市が穴埋めする可能性を否定した <laughs> いやそれは橋本徹元知事があの勝手に言ったんだと僕は違う <laughs> とかって言ってですねいやお前さお前さ一応大阪府のさトップなんやろ 吐いた唾飲ままんんとけやほんまり何したので、ね、も乾かんうちにこんなふうにね翻やしとんねんほんま何言うとんこいつってもうね,ねちょっとまあちょっとさ、うん、まあでもやっぱりもうほんと焦りや言わせてるんだろうねいろいろね、まあ、もう瞑想状態とはまさにこのことっていうでそんなこと言うてるうちに、えー、と空飛ぶの場はありませんドローンです で乗り物型展示いやもう本当だから未来の鉄道みたいなやつとかいっぱいあって実際乗れるいや地盤がね弱くってねそれもないないであ海外パビリオンはね独自のパビリオン60ある予定だったけどももはやさ、うん、まあまさにしょぼくしょぼさ一直線みたいな感じでね<ー>どんどんしょぼくなっていくっていう。 ああとはあれしかねえな<何>やっぱほらいつメタンガスが爆発するかわかんない緊張感の中で、うん、あの見れますよっていうドキドキだぜってドキドキだぜっていう、うんうん、体験型あのえっと危機管理体験型アトラクション危機管理できてないから危機管理できてないから爆発したんだからほんまさん それ、危機管理できてない方アトラクションです。<laughs> 危機管理できてたら爆発事故起きたかったの。だから、危機体験型アトラクション。それはアトラクションじゃないけど、事故です、それは。事故です。危機体験型アトラクションに小学生とかさ、 中学生とか100万人動員しようなんてお前、うん、戦時下だってそんなことやってねえ <laughs> いや本当だよ <laughs> 戦時下だってちゃんとね、うん、日本はもうひどかったけど、うん、一応子供はさ学童疎開させたわけよ戦時下逆じゃん危険なところにお前学童を呼び込もうとしてるっていうで大阪府の教育委員組合がそのとこ行き連れていけませんっていうふうにこう言ってね でまあこの1970年の「太陽の塔」これ有名ですよね。ねでこれなんですけどまあこの岡本太郎がですねこう言ったわけじゃないですか。これ何て言ったかっていうとですね「えー、芸術は爆発だ」と。ね。じゃあ2024年の万博,万博はですね 万博はガス爆発だっていうことになってしまったですね。もう岡本太郎も草間の陰で泣いてるよ。爆発していいのは芸術だけだからって。地面爆発したらあかんからって絶対岡本,、ね、岡本太郎も言うよ。爆発していいのは頭の中で芸術だけだから。リアルに爆発しちゃダメですっ、ね、て。岡本太郎だって言うよ、どう考えても。あ絶対言うだろうね。 いた呼んできてさ、うん、ちょっと岡本さんになんか今どう思ってますかって聞いたらいいのに、うん、いやまあ、うん、恐れんあたた、うん、あにあだからいた子をあれだ呼んで万博会場であのー、皆さんをなってあげる、うん、これでいいこれでいいじゃんそれとりあえず会場をあの恐山に変更しないと思います <laughs> 大阪にやる意味ないからそれ えっとなななんかないかいバーチャルで,すあでもさそれちょっと面白いですよねバーチャル恐山いや、万国博覧会みたいな感じで世界スピリチュアルオカルト博覧会ったい <laughs> 会場は日本の恐山ですって <laughs> いやまあ富士の樹海でもいいけどだいぶんかさあの趣旨が変わる趣旨は変わっていくけどね、うん、ちょスポンサーは集まらないかなうん いやしかしこれね万博の目玉のもともとの,あーのー空飛ぶ車うマ、ん、これなくなっちゃったんですよ。んなのよ今,今更ドローンとか入り出してさ、うん、えいやそうだけどそれをずーっと空飛ぶ車って言い続けてきたわけじゃない、うん、彼らは。でそれなのにえっとだってあれだよ。 去年だったかなおととに、やっぱり大阪府の小学校とかを対象に、うん、その大阪万博で、えー、の空飛ぶ車をイメージした絵画展とかやってんだよ。絵画募集。子供たちに。うん、それは嘘だったわけうん、嘘でしょ。いい これも大怪だよね。ス、うん、ロット車がやってくるから、みんなちょっとそのレ想像で絵描いてってって、いやそもそもスロット車なんか全く来なかったっ。これです。それ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 会話コンクール。え？これ。ね。うん。でもまあこれあのネットで拾ってきたあの漫画の絵ですけど、あのえっとねどういうのがあるかっちゅうと、こういうイメージですよねスロット車って。 そうそうそう,そう <laughs> この絵もなんか変な絵だけどまあ,ううのまあこの変ないとか言わないで下さいよ頑張って描いてるんです松崎しげるっぽいねでえー、でまあこの空飛ぶク車コンクールでもうすでにこの段階でドローン感が出てるんですよ出てるねだってこれでしょ空飛ぶク車のイメージそれ,それだよそれだよだけどんかこれもすでにドローンなんですよ絵画コンクールでどういうのになったんだろうね結局 ねえ、これ、なんか選ばれたやつとか載ってないんだ。うん、なんか載ってないよ、これ。クリクて出て、ね、詰めるだけは詰めといて、うん、何もしてないで、あれかまたどっか、あの、大阪市役所のどっか倉庫に放り込んであるのかいやー。え <laughs> そろそろ車、絵画コンクールというのは出てるけど、<laughs> 入賞とか出てないんだ。うん。いやー、またそうやってさー。 えあっだから「空飛ぶ車じゃなくなっちゃったわけでしょえーっとですね「空飛ぶ車開花コンクール」の受賞、えー、決定についてうんというのがですねあのこうやって Google 検索てありました該当作なしねありました、うん、これ出てるでしょこれ、うん、Google のスクショですで私はこれをクリックいたしましたうん申し訳ありませんがご指定のページは見つかりますでした <laughs> <laughs> えっと結局誰が受賞したんだろう いや怪しいなこれもなんかさあ見つけた見つけたこれだんつけたこれうんおウミガメ型の空飛ぶ車、うん、いいですねうこ,ういうこういうの絶対ないからねいいあこれが大阪府知事が選んだ空飛ぶ車ですこれいいじゃないですか夢があってうんうん,いいんじゃいいじゃんで次がなんかこうたこ焼きの なんかこの真ん中のやつなんか気持ち悪いのなんだこれそんな言うたらあかんよ、おんまさん。こう、10歳の子が書いてるんやから。あ、10歳なの <laughs> ?10 歳の女の子が書いてるんです。ちょっと撤回してください。 んじゃちょっと撤回するんちょっとかわいそうですそ見てたらどうするんですかあ見てないよ大丈夫だよダメダメもう素敵な絵です子供の絵を否定するなんてそんな汚い心を持った大人にはなっちゃいけないえっと変とか言わないのみんな今言ってるの子供の絵だからえ <laughs> っと<ー>大人が描いた絵とかねえのかあ 一般の部で大人が書いた絵がありますけど一般の部なんてあったんだうん <laughs> こんなのに応募する暇なやつがいるんだ大人でも <laughs> うんまあちょっとこれ以上出すのやめておきましょう、うんう。なんか1点出してよ <laughs> <laughs> いやちょっと大人は何を書いてんだかちょっと見たい <laughs> まあちょっとあのあなんかろくなもんないの <laughs> えー、まあ私結構絵とか好きな方なんで、うん、ガチで大人の絵だとねこういうろこう言いたくなるんでちょっとま論、あ、評論評不, <laughs> 論評不あというわけで空飛ぶク車なくなったんですよ。な、う、く、ん、なった。でもさあ、うん、大概だよね空飛ぶクルの絵描いてくださいって集めたら <laughs> ああトローンでそ飛ぶク車じゃなかったんですテヘペローなんて。うん 許されんのこれちょっとんな許されないだろうお前っていうか <laughs> 応募してきた人全員に謝れよって話だよね吉村、えー、橋本徹がはっきりと友人ドローン人乗りドローンと言わないと空飛ぶ車と言うと車として走れないじゃんこんなんうやんかという人が絶対出てくるドローンですよねと指摘吉村知事は技術的にはドローンこれはドローンと名言バカなんじゃないの 言ってたよそんなもう1年ぐらい前から言うてたよそんなそれをずっと車車ってお前が言い続けてきたんだでしかもその空飛ぶ車がタクシーになって大阪の都心から夢島までお客さんをこうもう大阪の空をこうぶわーっと飛び込んですってそう言ってたんだよ吉村は言ってた言ってた言ってたそんなアホな話あるかっていうもういやできたらすごいけど まずヘリコプターだとしてもですよ、まず航空法の改正からスタートだよ。間に合わねえよ。はあ。なぜそれをさ、うん、普通考えるよね。うん、まあ一応政治家なんだうん、うん、さ、航空法っていうもんがあって、こ、うん、れを改正するっていうのはハードルが高い、いやもうそういうことばっかり言ってると夢がないって言われるかもしれないけれど。うんでも あのー、彼は万博をやる、やる、うん、その責任者なわけだから、うん、あらゆるやっぱり法律をちゃんと知っていて、うん、でもちろん、それを改正しないと、空飛ぶ車なんか飛ばせられねえっていうのはさ、うん、当たり前だけど、よく知ってるはず、うん、よく知ってる、<さ>それなのにだよ、一応ね弁護士ですから、あの人。 そそそうそうそうた忘れてるかもしれませんけど実は吉村さん弁護士ですから。だよね。うん、それでいてさ大阪駅からさ夢島まで皆さんをタクシーのように送り迎えしますなんていくらなんでも嘘そは過ぎるよねっていうさ、うん、もうあのいやもう僕はそれを実現するために府、えー、知事の首をかけているぐらいの。 うん、ことではなくただの出かせですよその場でなんかノリのいいこと言って、なんか人気出りゃいいやと思ってるんですよ。いや、すごいよね。まあ、けまあ、そうなんだろうさ。うん、ね、ちょっとさ、まあ、2、3年後にはもう、もうあ空飛ぶあのタクシー当たり前、みたいな、うん、実際はタクシーに乗車するあの運転手が足りなくて、白タク入れなきゃなんねえって、そっちの方の騒ぎになってるのに。うん まあ反対のことを言ってるわけだからさ、うんうん、なんか本当におんそつきじゃねえかよでしかも俺許せないの子供だ子供の夢を踏みにじってるよねだってさあそこは許せないんですねホンマさんうん子供の絵が下手くそのは許す子供の絵が下手くそなは許さないぐらいの勢いでしたけど <laughs> さっきなんだこの気持ち悪い絵はみたいなことを言ってるね。 ああのー、まあ、でもれまあ大事大事子供ものう夢をね踏み潰すなんてけしからん、うん、その通りだとようだこれとよく似た例が「原子力ポスター,ー」はいはいはっ、い、ね、うん、子供たちに原子力の明るい未来の絵を描いてくださいっつってさ、うん、20年間ぐらいやってたんだけど、うん、でねもうなんか子供たちが一生懸命描いたさ「うん、あ何 汚染がないとかさ空気がきれいとかさ、うん、太陽の代わりになるとかさ子供に書か,かせてさそんなので福島原発でああいうことになったら即中止もう復活,復活せずすごい,いお前ら本当に子供を出しに使いやがってってや,いやお前ああでもほんとこれ 確かにさなんかこう乗り物関係が一つもないってさ、うん、なんかアトラクションがつまりないってことでしょそういう立体的な、あのー、それは何かというとですねドローンとはまた別のね、うん、えっと話でしてこのドローンはドローンで、えー、空飛ぶ車がないという話で。 で、フラッシュの記事に出ているのがですね、このどんどんしょぼくなるというのが、この乗り物型のパビリオンが置けないと。うん、これは何かっていうと、ね。これが何かっていうと。はい。で、これがあのどういうものかって言うと、あの、なんかね、ライド型のパビリオンがゼロになると。うん。いうふうにこう言っているんですよね。うん、で、このライド型のパビリオンは何かっていうとですね、例えばここに書いてあるのが、 2025年の愛知万博においては、電気事業連合会のパビリオン、ワンダーサーカス電力館で、電車型ライド、福丸エクスプレスが人気を博した。福丸エクスプレス。まあ、俺は言ってねえから知らないけど、まあ、要するにみんなで乗,る乗って動くものがあったわけでしょ。えっと、画像を見つけましたが、なんかこう,こういうのがあったらしいです。 別にこれがさなんかものすごいこれが空飛ぶとかっていうんじゃなくて、うん、つまりこういうな,なんていうのかなこれですこれですこ,こういう感じうんでちっちゃい子供と大人が一緒乗れ,、うん、乗れてわーいっていうやつでしょ、うん、それすらそれすらないとこれすらないすごいね皆さんこれ遊園地の乗り物みたいな感じですよねうんこれもないすらないただひたすら展示館を歩く っていうことだろう。これもないのか？うん。まあ、だから結構大変だと思うよ。そりゃあそれの広さがある,かる、うんうん。大丈夫。もうね。バスも車も何もないけど、うん、大屋根リングがあるから2キロ。そこを歩いて。い あの上歩いてて、風強い日も、うん、ね、めちゃくちゃ暑い日も、うん、あれ天井がないから、うん、あの直射日雨ざらしで、雨ざらしででも2キロ歩けば体にいいから、<laughs> あのリングゴは歩けと、うん、いやすごいよなこれな、でまあ、この大屋根リングがね。 なんか作るのになんか、えー、と半年で潰すんですよね。うん、でこれがあの350、えー、億円か、うん、かかるというのでで本間さんまあこれ350億ってなんとなくこれ皆さんへそんなもんかと思ったかもしんないけど本間さんが見つけてきた記事でですね「西日本に続々サッカースタジアムが建設される会」という記事があってこの広島の新スタジアムピースウィング広島。 これの建設費用が250億とするとですねさぞかしこの大屋根リングよりもしょぼいものなんだろうと思いきや公式のホームページを、えー、チェックしてみるとこれですなかなかすごいですよね、うん、じゃあもうにあのー、なんか大屋根リング350億ってどんだけ無駄遣いしてんのねしかもこれは半年で潰すんじゃないんだ <laughs> そうよ広島は。 これデザインもなかなかだしさ、うん、あのいろいろ随所に工夫も凝らされているしね、うん、で当たり前だけど10年でも20年でも使えるわけですよ、うん、でそれが250億でて立つのに、うん、半年でぶっ壊してあとはどうにもならんっていうこの大屋根リングの350億っての、ね、はやっぱりちょっとやっぱちょっとおかしいよねやっぱ明らかにさ。うん うん意味がわからん。いくら、あのー、ねデザイナーの藤本さんがさ、うん、全世界の空はもうすべてつながっていてって言って、うん、それをも親ネリングの上を歩いていただいて実感していただくっていう、えー、そう言われてもですね。そんなの家の屋上を歩いても実感できるから。できるよね。うん えー、それに350億突っ込むってないってどういうことかっていう説明は彼は一度もしてないけどね。うん、それ、やっぱこの広島のあれに比べたらもうさ、ちょっと、ちょっといくらなんでもって感じするよね。うん、あの、用途としてさ。だから、何リングがあろうが。うん にしようがさ、ひたすら見学者は歩かなければならない。お父さんお母さんはちっちゃい子を背負うな、背負うのか何するのか、歩かせるのか、うん、ちょっとああいうほら、ライドがライド型のさ、うん、なんか電車とかあればさ、うん、とこう、乗せてる間だけでも休めるじゃん。<laughs> そうね、子供大変だからね <laughs>。それもありません。うん。それは歩くんです。うん ななかかか大変だよで時々バーンって爆発するからいやいやそれは大屋でリングが爆発じゃなくてう、ね、メタンガスが爆発する一応皆さんに伝えておきますが現時点で夢島は79本の煙突を地面にぶっ刺してメタンガス抜いてる最中ですからねで工事までもう1年あるかないかですよ完成までね、うん まあだから一回全部ぶっ飛ばしてさガス抜きゃいいのにな <laughs> いやいやいやちょっと厳しいものがあるかなそれは <laughs> でもそのやり方も今は無理だよねもうだって作ってん,ってんもんもう打ってるからさ <laughs> いやそのなんか火星のテラフォーミングをするために核ミサイル打ち込みはいいっていうねその乱暴な話みたいな感じであのもういいよもう無駄にガス全部爆発すればなくなるからってそれはちょっともう 作っちゃいましたから今やれるやり方じゃないね。無理です。3年ぐらい前だったらね、うん、もしかしたらあったかもしれないけど、ちょっと無理だわな、やっぱな。うん、まあだからさ、うん、中身はどんどんしょぼくなって、うん、で、どんどんしょぼくなっていって、しかも前売り券も6%しか売れていない。うん、でもう 中身がしょぼいっていうことが分かってきててさ、うん、チケット買う場がいないよね。いや、いないいない。いないでしょ、うん、いくらさ、行けば、海外のいろんな食べ物食べられるよって言われたって、いや、そんなの今、大阪市内とか東京っ東京行けば、いくらでも食べられるわけだよね。それしかないって言うんだったら、行ったってしょうがないよね。うんうん、当たり前ださ。で、 赤字になりそうだと。って言われて「いや赤字になっても大阪市は大阪府市は負担しません、うん、大阪の経済界も負担しません、うん、なぜならばこれは国家的なイベントであるから」っていう何を言うとんね何を言うとんのお前勝手に始めといて国家なんですっていうふうに <laughs> まあ最後は国になね 泣きつくんですかお前らはっていうさまあそれがあるから結局あーのー維新はねずっと自民党のケツナムですようんまあそういうことよ、うん、これねまあいや分かってはいましたよだってああいうさ地盤なんだからさすごいものは作れないっていうのは最初から分かっていた、うん、だけどそれをお首にも出さずにやってきて、うん で、今頃になって、いや、実はちょっと、ちょっと地盤が軟弱なすぎるんで、ちょっとこの、そういうものは建てられないんですって、今頃になって言うとか、うんうん、実は空飛ぶ車なんかなかったんです。あれは所詮ドローンなんですよって、うん、今頃になって言うのか。散々空飛ぶ車、空飛ぶタクシーとか言って、 子供にお絵描きまでさせて、うん、集めてさ。で、今頃、いや、実はドローンだったんですまへそら、軽犯も逃げるって。うそれ逃げるよ、こんな。<laughs> ダメダメ次許されないよね。いくらでもさ。うん、嘘ばっかりじゃねえか、うん、お前らっていうね。で、来ました。 さらに嘘が。うん要するにほらあれよ。ボランティア2万人。あれか。ボランティア2万人集めると。うん。で集まったと。4月末までを、あと10日ぐらいあるけど、2万人応募がありました。うん。よかったよかった。よかったよかったって言ったら、えー、つい2日か3日前から、いきなりアルバイト募集。<laughs> あれっ <laughs> ボランティア集め終わったら、うん。 次はバイトですかみたいなさ、最初から全員バイトにしろよっていやいやいや、ほんまさん、あのボランティアを集めたんです。今度は集めるのはあのサービスクルーですから、アルバイトではございません。サービスクルーでございます。げ <laughs> ーな、本当にさ、やり方が汚いよね。 <で>最初にこっち集めるよいいじゃんいやおいでですねサービスクルーって何なのかっていうとですねまあ普通にまあバイトやなっていううあの、うんえー、何々週5フルタイム回帰通して安定して働きたい方はこちら時給1850円うん高いよねうん。ここはね<高>なぜか時給高いんだよ高いんですけど、うん、あのまあまずサポートクルーだろうがコアクルーフルタイムだろうが週1だろうが金額は一緒なのと もう別に普通にこれだったら時給じゃなくて月給で機関性の社員としては取ってあげたらいいのになって思いましたけどねまあ週5フルタイムだったらな週5フルタイムやったらそれでええやろまあねなんでこれやるかっていうと、うん、オリンピックと同じ東京オリンピックも全く同じやり方やったんだうんうん、うん、そうです、ね、ボランティアはさそれなりにさその手を挙げた人間は集まる、うん、だけど実際にはめるはめるっていうのは要するに あなたはこの仕事やってください。あなたはこっちやってください。うん、っていうとさ、ボランティアだからさ、え私だって、もあんたこっちの、こっちの、例えば、まあアメリカ間での仕事やってみたい。うん、ロシア間じゃ嫌だって、まあ、ロシア間ないけど、うん、今回ないですね。今回ないけど、例えばね、うん、例えば、もう、ボランティアは別にそれでさ、じゃあ私辞めるわっていう、いつでも言えるわけうん、それだって金ももらってないんだもん。そう金ももらってなくてさ、うんうん、もう全部自分で。 弁当で出すからねだからあのー、2万人とりあえず応募があったとはいえ俺多分ぶどま割り半分ちょっとぐらいだと思うのよ。いろいろな理由で辞めたとか、うん、だってまだ1年先だからね。そうですねやっぱりほらあのー、人生設計上いろいろ変わることあるじゃないすか、うん、ありますだから、あのーまあ、半分よりはもうちょっと残るかもしれないけど。 今登録する2万人が2万人全員使えるかってこれはもう全然使えない。うん、だからアルバイトを、特に、うんと、重要そうなところには、もうアルバイト配置するしかないのよ。うん、だったら全部アルバイトにしてやれよって思うが、それはやりたくないのよ。うん、金使いたくないからね。で、これさ、東京オリンピックの時にそうやってたんだけど、ボランティア、 じゃあアルバイトが一緒になった時はどうすんのか、うん、そしたら東京オリンピックの時はもうボランティアに対してアルバイトの人は自分がアルバイトであることを明かさないようにってお前たち金もらったけどあっちただばたりからなって、うん、いやもうほんと最悪 というわけでも運営もグダグダ挙句の果てに、えー、空飛ぶ車はありませんでさらに、えー、予算は上振れで、えー、もっと言うと赤字の負担はすると言った次の日にしませんもうダメダメなこの状況ねえー、空京班も逃げるよなというところでもう全部の スポンサー逃げていいと思いますよというふうに私は思いました。まあ、このね、万博問題については、えー、これからもね、取り上げていきたいなというふうに思っていますので、えー、本間さんを応援するためにもですね、ぜひチャンネル登録といいね、よろしくお願いいたします。今日も読者、ジャニー。どうもー。はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。 で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。